うまっ。シャムの国からこんばんは、タイミーチャンネルです。どうも、銀です。今日はこれを使って日本で流行ってるあれを作ってみたいと思います。それではレッツクッキング。自炊は好きなんですけど、ちょっと片付けが異常に苦手で、せっかく一回綺麗になったらできるだけ封印したくて、掃除した後とかはデリバリーになりがち。あるあるじゃないですか。ちょっととりあえずご飯炊きます。汚っ。ザルが使えるレベルになりました。落としたのに割れてなかった。計量カップ。セブンイレブンの水。じゃあ早炊きしてきます。音早そうやろ。これの用意をしていこうと思います。タイだとコンビニだと18バーツで売ってますかね。60円とか70円とかっすね。で、ちょっと実はヒカキンの動画を見ただけで、なんかあんまりやり方分かってなくて、ジップロックに入れて潰す動画で見た。おお思ったより硬いな。あ、でそう、これ何種類か味はあるんですけど、トムヤムクン味かなだと思います。時々僕も食べます。で、潰します。え、硬っ。え、硬っ。うわっ、バーッ。あ、すげえ、このジップロック1回しか使えなさそう。これぐらいでええんかな。で、この粉々にしたカップヌードルを元の器に戻します。邪魔やな。ちょっとカスは諦めます。で、ここにこの麺があるとこと同じぐらいまで冷水を注ぐらしいです。セブンイレブン。これで今一緒ぐらいで、これはこれで置いといたり。あ、どうしよう。タイのカップヌードルてか、この味か。なんかソースついてんだ。入れるか。ちょっと、開けるの失敗しちゃいました。カップヌードルは時々食べる。よし。あ、そうだ。で、ご飯の前に卵を用意しましょう。キッチン片付けてなかったせいで、賞味期限が1、あ、ちょっと、ちょっと持った。2週間切れてます。まあでも冷蔵庫入れてたから、卵ってあんま腐らへんから大丈夫ね。だってね、こっから命が生まれるわけですから、そんな2週間ぐらいで腐るなんて。向こうはやりすぎたかな。はい、じゃあご飯炒めていこうと思います。こう見えて真面目なんでロケ飯みたいなしたんですけど、この電気調理器とこれ、スマホで撮ってるんですけど、こっちから出る電波でスマホが気持ち悪い音になっちゃうっていうのが分かったので、こっからは無音クッキングでやろうと思います。ほんまに分量とか分かんないんですけど、とりあえずこの茶碗1杯分で作ってみようかなって思います。じゃあ無音クッキングスタート。Welcome to 無音クッキング。ナレーションは銀です。まず油を入れて、いい感じの熱さになるまで温めた後、溶いてた卵を入れます。で、溶いてた卵はもうかき混ぜながら焼いていくんですけど、これは賞味期限切れの卵なので、半熟とは言わず、完熟になるまで完全に焼いてください。
で、それでご飯をポン入れします。で、いい感じにばらけるまでご飯も炒めます。で、いい感じにばらけたなと思ったら、カップヌードル、水に浸したカップヌードルを入れます。で、こっから混ぜると、すごい本物のチャーハンみたいな色になっていきます。はい、無音クッキングタイム終了しました。一番聞いてほしい音取れないっていう YouTuber にあるまじき。とりあえずできた。はい、それじゃあ行きます。え、やば、え、本物じゃない？すごっ。え、じゃあ食べます。いただきます。なんだっけ、トムヤムクンラーメン味カップヌードルチャーハン。え、うまっ。ほんまに美味しい。え、これすごっ。冷凍のキムチチャーハンわかりますか？あれの味。安い居酒屋のコースとかで最後の方に出てくるあれ、あれの味。え、めちゃめちゃ美味しい。そりゃ流行るわ。ちなみに皆さん、コーラは何派ですか？僕はコカ・コーラ派です。なんでかっていうと、多分なコカ・コーラさんは人間工学、こうラッパ飲みする時のここのグリップがペプシと比べてすごいいい気がする。え、めっちゃ美味しかった。日本で売ってないと思うんで、本当におすすめです、試してくださいみたいなのはちょっとできないんですけど、おすすめです。多分期間限定とかで売ってるのは見たことあるんで、それが出た時はぜひチャーハンにしてみてください。マジで美味しいです、居酒屋のキムチチャーハン。はい、ぜひ真似したいなと思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。ごちそうさまでした。